こんにちは、サーです。本日はメルカリ。中国運輸の代行業者の配送ミス連発。売れない、儲からない商品が送られてきました。というテーマについてお伝えします。それでは、早速いってみましょう。はい、えー、この動画では、こちらですね。なんとですね、中国運輸の商品を入れたんですけど、あの全然違う商品が送られてきました。なので、ぜひね、その詳細、まあ、今後に、ね、これを見ていただいて、中国運輸やる方には、ね、の方のね、活かしていただきいいかと思います。はい。でまあ、こちらなんですけどね。 えまずです、ね、注文した商品と違う商品が来たんですね。で、あのこれはですね、注文した時点でこの商品を送ってほしいということで、代行の方に頼んだんですけど、間違いないということで、まあ、注文したんですよね。ですが、違った商品が来たんですね。で、あの注文した商品ではないので、他の商品が、えー、っとあの送られてきましたですね、はいであの。これはですね、あのまずですね、中運輸。 で思ったことは、日本人と中国人が全然ですね、感覚が違うのと、中国人の方って結構かなりアバウトです。はいで今回ですね、自分が実際に試練って、もうはっきりと分かりました。なので、ぜひね、あの中輸入やる方とか、中国に興味ある方、もうこれ絶対守ってほしいんですけど、えーとですね、まずですね、中輸入に慣れて、中輸入代行業者ね方いんですね。細かい詳細を言うレベル、もうこういう商品じゃダメだっていうね、 レュラーいかないと100%ですね間違った商品とかです、ね、あの中国輸入の代行業者の方で日本語喋るんですけど意思疎通がね合わないのでぜひねあの、まあ、こういった詳細に、ね、言えるレベルまで持っていって言わないとまあ普通に間違った商品が当たり前に送られてきますのでぜひね注意していただければねいいかと思います。今回本当にあの思いいましたはい はいですね。はい。で、こちらですね。はい。えー、LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと30分無料コンサル。10万円稼げる。マルヒマルにプレゼントします。ニックネームかスタンプをお願いします。あと、YouTube から質問一切受け付けてません。LINE と登録をによろしくお願い,いします。本日は、最後見ていただきありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。